こっち来い。あ落ちてったな。あれ、それお前も。どうも、こんにちは。黒ネタです。ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD。続きを、プレイしていきたいと思います。さあ、というわけで、今回も前回に引き続き、ラネール連石城の攻略ですね。前回最後の方でマップを手に入れたんで、あと半分くらいかな。で、今行けるのはここか。またいるな。ちょっとマップを確認。ここですね。あ、砂の下に道があるのか。で、これ通り進んでってって感じかな。あー、ただここだと、のろしを立てることができないから。あ。こういうことか。あ、待って。敵じゃない。おい。お前はよ、おい。俺。バカめ。でだ。風を出すことができるってことは、そういうわけじゃないのか。なるほど。さすがにこの砂は飛ばせないか。ちょ、邪魔だな。もうちょい左？この辺？あ、待って。どこだ？ここか？あ、ここだ。はい。またかよ。これ。で、ここは？右に曲がります。よいしょ。で、あれ？あのロボットか。ん？ってことは、ここにも時空石があるとか？左を向いて、あ、宝箱。この右とか大丈夫？あ、お金。はい。ここの操作難しいな。よいしょ。で、ここに到着。あ、待った。数おかしい。うれ。あぶねえ。よし。こんなもんか？念のために。よし。あ！アイテム。あ、で、ハートと。オッケー。テレ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 。お！テレ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 ー！女神の落とし物！オッケー！ふふふ。壁画かわいいな。こいつらが持ってるのってこれかい？あ、おう！あ、ってことか。あ、でもアオルピーだけか。はい。ありがてえ。ってことはここはもう意味ないから、こっち戻ってか。で、またここ進むんだな。よし、戻ってきた。あ、待った。ここか？いけてるね。で、途中から曲がるんだな。この辺？あ、待った。あ、いや、まずいかもしんない。ぐっ、あーくっそ。ダメだったかー。あ、しかもこっからなんだ。なるほど。どの辺だったんだろう。あ、待った。もう沈んでるね。こいつがいるとこか。おい、ビリビリしろ。あいでー、よいしょ。で、ここか。あー、むずい。よいしょ。で、ここはまっすぐだね。これはわかりやすい。おお、あれはなんだ。あー、お金かな。いやずれな。あ、
あれ、ここ降りれない？あ、行けんじゃねえか。横から失礼して。あ、ここにも道があんのか。あ、ちゃ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 。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。違う違う違う。落ち着いて、落ち着いて。違う違う違う。うれ。よし。で、ここは？マップを確認。あ、ずいぶん狭いね。右側が？ああ、行き止まりか。はい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 。あ、お金。オッケー。一旦下がります。さすがにこういう狭いところでは敵は来ないか。いや、来られたら終わりだもんな。で？左が？あ、お金か。はいはいはい、戻ります。で、左が行き止まり。あ、何もなし。こっちか。オッケー、出ましたよ。ほう。新たな場所だ。あ、広いね。ほう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 。あ、でもさっきのところをまっすぐ進んでも道があるんだ。なんかあったのかな？ま、いいか。降りて、おっと。オッケー。こいつらって当たるのか？当たんねえんだ。ずる！お。はい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 。そういうことか。あ、ここはいけそう。なんだ？あいつか。あ、ここもいけそうだね。おっと。オッケー。お金。お金と壺。おっと、危ね。ゲットして。こっち側はこんなもんか？となると、ここ行けないから、一旦こっち行って、あ、こっちか。で、こうだね。邪魔だ。あ。あ、間違えた。あー、でもあそこにスイッチがある。まずは、周りの安全を確保して、よし。このスイッチもあれかな、押し続けなきゃいけないやつか。試しに踏むと、あ、てててて開くのか。で、あ、一度押せば OK か。なるほど。そうなると調べてないのはこの先か。はい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 。まあ、ルピーぐらいかな。よし。オープン。おー、明るぴー。てててててー。いいですね。あ、てかもう600溜まってるからこれ以上取れないわ。そうかそうか。結局途中でスカイロフトに帰ったりもしてないんだよね。再開点はなんだかんだで使ってない。使ってないし。まあ、本当に危ない時は一旦戻ってもいいか。じゃあ、ここですね。オープン。おっと？はいはいはい。あ、あー、トロッコ。で、時空石。これ何かするなぁ。マップを確認。あ、ここの反対側か。あ、じゃああれもお金かな。あ、届かねえ。あ、届いた。いや、さすがに落ちるか。まあいいや。でだ、これを起動させて、あ、あ、起動してんのか。ってことはこうやって、てててて、
るほど、これと一緒に行くんだ。はい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 、はい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 、あれ足場消えんのか。あ、消えるんだ、なるほど。はいはい、まず渡っちゃって、これはなんだ。あ、お前か。ほっ、よし、もう一発。じゃあ、それじゃない、それじゃない。それを出す暇はないっつーの。ほれ、撃ってこい。近いな。よし、オッケー。よし、あ、お金が、あ、お金がくそ。あー、で、こっちは後々って感じかな。風も吹いてますね。おい、いいよ、でこくね。うやー、いやー、めっちゃ痛い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 。ダメージおかしくないですか。ちょっと、ちょっと、あ、違う、あ、待って、落ち着いて。これ、これでも食ってろ。あ、爆弾だと一撃か。あ、そうだっけ。あー、カイカリがて完全に飲み込まれた。よいしょ。あー、で、これセーブポイントか。まあ、まだいいか。で、こっちはまだ早そうだね。戻って、あー、これか。はー、オッケー、てててて、ん、はい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 、ここも一緒に移動する感じだよね。あ、ちょ、お前そこはずるい、お前そこはずるいぞ。戦わず済むかな。あ、おお、えで、あ、ね、よし、オッケー、よし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 、当たったと思った。で、ここに繋がるんだ。これ、右のやつも、あれじゃね？一旦無視したいな。はい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 。あ、また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 、反動しないで、反動しないで。反動しないで。ダメ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 。ダメ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 。ダメよ、そうやってトロッコ攻撃しちゃ。はい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 。はい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 。はいはいはい、オッケーです。はい、ありがとうございました。で、これか。あ？違う？あ、これか。回して。で、まあ、これでこっちからも行けるようになったと。てててて、んって感じだね。ってことは、あ、邪魔よ。こちら。あ、むずいな。この砂もどかして、あー、またトロッコだ。はい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 、ハート。ってことはこれも関係、あ、ないんだな。この上はなんだ。あっと、木箱が邪魔なやつ。なるほど、よいしょ。じゃあ、まあ、後々なのかな。あー、こっちから戻ってきてって感じか。はいはい。では、起動。ててててん。でー、またあそこに敵がいるね。はいはいはい。まあ、とりあえず、ゆっくりと。ゆっくりと行きましょう。この角度バレるかな。あ、いや、あ、いいですね、いいですね。あー、すごくいいよ。すごくいいよ。リンクも見てるんだな、あの敵の方向。あ、これは風を吹かせるやつか。あ、なるほどなるほど、ちょっと早かったわ。で、そこが開くんだ。はい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 。OK! で、
で後々かな。オッケー、到着で、あ、戻すのかな。開いてるよね、念のために。開いてるわ。これ以上回らないってことは開いてるね。かかってこい、おい、かかってこい、目覚めろ、ほれほら、オッケー。あ、お金、あ、意味ねえんだった。で、こっち開けて、よいしょ。で、広いなマジで一個一個の部屋の広さがおかしいだろう。あー、またこれか。あ、なるほど。これに当たったら終わりだね。ほい、ほい、よし。こっち来い。あ、落ちてったな。あれ、それお前も。何がしたいんだ、あいつら。勝手に落ちてった。まあ、普段の俺もよく落ちるけどさ。で、あ、痛めて、うわあ。そうか。いや、左が吹いてるのは分かってたんだけど、結構来るんだね。あ、ここも当たるんだ。結構当たるな。これ一旦待つか。風が吹きます。あ、そこも当たる、やば。心臓に悪すぎるリンク、もうちょっとなんかさ、頑張ってしがみつくとかないんかい。簡単に吹っ飛ばされんな。頑張れ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 。どうだ、相手、あ、でも痛い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 。あ、待って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 、あ、痛い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 、違う違う違う、よいしょ、危ねえ。ああ、あ、お金、ハート。で、これがまた時空石関係か。ああ、はい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 、よいしょ。はい、オッケーオッケーオッケー。これを道にするって感じだね。よいしょ。あ、まあお金いいか。よいしょ。あ、しまった。ほっ、オッケー。よし、そこに敵とかいない。あ、いないか。よいしょ、アイテム。そこはどうですか、大丈夫か。何もない、本当に。よいしょ。で、切り替えて、そこにいたか、バカめ。あー、出た、時空石。おれい、お、てててて、ん、みたいか。はいはいはい。よいしょ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 。おい。おい。おれ。オッケー。で、ここは、タイミングよくかな？ほら！オッケー。よいしょ。あ、爆弾。で、これを押すと、あー、足場が来るのか。ここの下も道がありそうだね。あ、でも一応向こうか。よいしょ。とりあえず端までやって、ほうほうほう。あ、あの敵。こいつパチンコとかでいけねえか。あ、あ、危ねえ。
通にバレたか。いや、またそうやってちっちゃいドローンを出す。やめろ。普通に攻撃をしてこい。よいしょ。え、ちょ、無視すんの？ちょっと待って。ちょっと待って。お前、あいつなんだよ。あ、うん、なんだ。あ、まあ、お前か。ほい。オッケー。あ、お金。あ、まあ、取っても意味ねえんだ。よいしょ。で、ここも、爆弾。ついでに、こっちも、あ？てててん、なんだ？あのロボットが3体描かれてはいるが、あ、これ一体、てててん。何かの順番を意味してる？ってことかな？あ、爆弾ゲット。順番が関係あるんだったら、一番端っこが1で、左側が2で、真ん中が3だね。あ、向こうと関係してんのかな。ということは、あ、あー、なるほど。よいしょ。こいつを持ってきて向こうか。どっちだ？あー、違う違う違う、そっちじゃない。こうだ。はい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 。あ、いよ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 。はい、オッケー。よいしょ。よいしょ。で、こっち、危ね。はい。ここ行けるか？あ、じゃあ、あれはあれで向こうの足場か。じゃあ、向こうまでやっちゃって。はい、オッケー。で、これが邪魔だね。こっちか。で、下にも降りれるよと。はいはいはい。あ、爆弾、いいね。よいしょ。で、一番こっち側が1だよね。一旦ここまでやって、しまって、爆弾切り替えて、ほい！入ったぞ。まずは、あ、てててん。これ叩いていいのかな？起動。あ、で、戻った、危ないな。違う。戻ったから、よいしょ。一番奥まで行って、よいしょ。こっち。で、爆弾切り替えて、もうちょい右。オッケー。開きます。ててん。よいしょ。ほい。二つ起動。で、最後に、これを戻して、ストップ、ストップ。あ、ちゃ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 。爆弾を選んで、これでいいんじゃないか？はい。てんてん。で、これを、起動。お？あ！てててん！来たー！やっぱそういうことか。面白いなー。やっぱ、ゼルダシリーズの謎解きって面白い。で、向こうに行って、中に入る感じか。よいしょ。オッケー。アイテムとかこんなもんかな。あ、この先にあるね。で、こいつか。回して。おい。あ、違う。あ、また。あ、痛え！意外に強い。
あ、ちょちょ、爆弾、爆弾、痛い痛い痛い、ちょ、待って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 待った待った、落ち着きなさいよ。あ、いて、意外に強いな、こいつ。待って、待って、待って、一旦ハート取って、オッケー、オッケー、よし、強いっつーの回して、ほい、あ、このままじゃいけないか、むずい、あ、いって、くしょ、回して回して、オッケー、てててててん、あ、ハートいいね、体力マックスで、上はいないね、てれ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 、あー、来た、古代の回廊、これをはめてボス戦か、てててんだー、じゃあ一旦戻んなきゃいけないね。どっからだい？こっからかな？オープン。で、あ、こっから行けば取れなかった宝箱が取れるかな？よいしょ。あ、行けそうだね。あ、また、危ねえ、まだいる、よし、オッケー、あ、玉ゲットで、アイテム、お、わかるピー、てれてててー、で、ほい、オッケー、で、こいつをどかせば下に降りれますよと、はい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 、こんな感じかな、オッケー、じゃあここだね、いやー、長えマジで長えな、ここよいしょ、あー、でここも時空石の乗ったトロッコか、よし、一旦セーブしとくか。オッケー、セーブ完了。ではでは、時空石を起動。よし、てててて、ん、あ、あ、で、俺これで行くんだ。なるほど。え、むずくね。あちゃ、やばい。やばい。あ、待った、待った。はい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 。あ、大丈夫そうだ。オッケー、あ、風は止まるんだね、なるほど、はい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 、で、あ、ここも開くんだ、なるほどね、で、調べる、あ、こうじゃないな、あ、はめる、オッケー、さあボス戦といきましょうか、てててて、んいやー、勝てるかなー、どんなボスだっけ、お、あ、なんかいるぞ、うわ、うわ、気持ち悪っ、あー、いたな、なんだっけ名前、モルドなんとか、あ、モルドガットだ、あった、やばい、あぶね、ほい、まずは目玉を攻撃してって、あぶね、オッケー、また、あぶね、オッケー、オッケー、いいよいいよいいよ、
まずは右手破壊。気持ち悪いな。ほっ、ああ、待った、うおー、やめろ、離せ離せ、危ねえ。おい、曲はかっこいいけどな。危ねえ。あ、ほっ、ああ、待って、離せ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 、よいしょ。おい、あ、危ねえ。おい、おい、しぶといな。ほっ、オッケーで、おい、あとは目玉、あ、隠れたな、お前。確かこうやってさ、はい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 、ほっ、おい、ほっ、あ、痛いね。お前この野郎。あ、こいつはね、どこ行った、あれ、どこ行った、あ、いたいたいた、ここにいる、ここにいる。やば、数が多い。おい、おい、あ、この辺か、出てこい。うっ、あ、いて、あ、まっつい、ちょおい、あ、また潜った、出てこい、この野郎。あ、あ、お、危ない。あ、待って、邪魔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 だよ。あ、おい、 OK、 やったか。あー、よし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 。いやー、今回も結構食らったなー。あ、でも回復薬は飲まずにいけたね。あー、雑魚のサソリが邪魔すぎるよー。オッケー、取りましょう。ハートの巣は、上限が一つ増えた。オッケー。いいね。あ、これハートか。他もハートかな？じゃあいいや。ではでは、ここですね。開けます。で、これか。ほい。あ？あ、あれかい？フック。間違えた。フック、ビトル。頑張れ、あとちょっと。もうちょっと。オッケー。時空石起動。おお。てててて、あ、綺麗だね。では乗り込みます。行け。わあ、すごっ。当時もここやってるはずなんだけど、あんま覚えてねえな。あ、でもすごいな。これこそ本当 HD 画質になって綺麗さがわかるってやつだね。 OK、 到着。よいしょ。いますね、ゼルダ。来たよ。あ
この声はギラフィム。名前チラッと出たね、リンパ。早くその扉へ逃げろ、ゼルダ。受け取ってきっとあなたの役に立つはずよ。ありがとう。メガメのハープー、けど今それどころじゃない。意外と冷静だな。跳ねろ。大丈夫かインパ、早く行け。助かった、ここは頼む。任しておけ。リンク、封印の地に行った老人に会うがいい。訳を話せば必ず道を示してくれよ。そして必ず必ずきっとまた会えるわ、リンク。約束よ。もちろんだ。いやー、リンクも成長しましたよ。やってくれたね、リンクくんとやら。話題としたことがついつい君への対処を怠ってしまったよ。泣かせてあげたいけれど、今1分1秒が惜しい。次の機会に回してあげる。ただし今度は全治100年じゃ済まさない。栄光に続く苦しみをあげる。生き地獄を与えてあげるよ。お前も喋りが早えな。なんでこう大事な時に限って勝手にセリフが進むかな。まあ二人を助けることはできたけどね。インパ、まあブレワイやってる方は気づくかね。マスターに報告、ゼルダ様のオーラを見失いました。あの扉が破壊された瞬間、ゼルダ様の気配が完全に消失。ダウジングによる捜索は不可能。ゼルダ様と行動を共にしていたものが、会いに行けと言った封印の地の老人。ファイの記憶に該当あり、封印の神殿に向かうことを、進言します。オッケー。と、まあ行きたいとこなんだけど、まあまあ今回もいい時間なんだよね。あ、で、お金意味ねえわ。ついにあいつだ。覚えてますよ。ここで封印の地に行って、あいつと戦うんだよね。よいしょー、ダイビング。さあ、戻ってきました。何度目かのスカイロクト。オッケー、オッケー。はい。じゃあ今回はここまでにしときましょうか。よかったら次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。